今回は初めてのオートキャンプということで、和歌山県和歌山市にある休暇村紀州加田オートキャンプ場にやってきました。本日のお宿です。24歳です。まあ、いろんなもんからね、一番遠いけど静かではね。じゃあ準備しましょうか。設営完了です。中は今こたつで作ってるところです。休暇村の温泉があるらしいんで、そっちに行きましょうか。お風呂はこの休暇村の温泉が、ね、あの露天風呂がすごい絶景が見えるらしいんですよ。で、今日はねものすごく天気がいいんで、ちょっとねこの明るい間に露天風呂でのんびりしたいなと思います。キャンプ場から車でわずか3分ほどのところにある休暇村本館の温泉、天空の湯。大人一人600円で入ることができます。チケットはキャンプ場の管理棟でも購入することができます。この素晴らしい景色が眺められる露天風呂では、タイミングが合えば幻想的なサンセットを見ることができるかもしれません。マジックアワーの入浴がおすすめですよ。前回の RV パークでの車中泊から、さらに快適に過ごせるように工夫してみました。前のシートを目いっぱい倒し、後部座席の空間も最大限に利用します。100均で買えるクリップや突っ張り棒を利用して目隠しや照明をセットします。はい、車中泊仕様になりましたと。まだ時間早いんやけどね、まだ5時過ぎやけど、ちょっとお腹空いたんでね、ご飯の準備していきます。ダイソーメスティンが2つ持ってきたから、これでご飯炊きます。米は30分ぐらい、うん、1個しよう、焚き火しようか、どこでしよう、1本だけ、あったかい、うん、簡単だな、うん、こうやって私にもできる。さっき買ってきたみかん、みかん、みかん、めっちゃみかん。でもビールってみかん色じゃん。え？やばーい。うん、甘いね、ほんのり。うん、出てきた、これです。カレーです。静かやね。今日は何ですか？コチジャンダルを使って、はい、プルコギを。プルコギです。
じゃあ。おっ、おお、いい感じ、いい感じ、めちゃくちゃこれ以上ないっていうぐらいいい感じに炊けてる。こんだけ薪やったら大丈夫やな。ご飯はいい感じ、うん、ご飯いい感じ、スペシャルいい感じ。そう、一人一合行くやろ一人一合行くやろ。味見してみよで、今日はうまくいってると思うね。いつも失敗する。温泉卵どうだ、どう、あ、ほらいい感じ、ほいほいほい、ちゃんと温玉になってる。ほら、おお、いい感じや、いい感じやろ、美味しそうじゃない。ベスティーいただきます。美味しいと思う、うん、おいのりしてもいいよ。ほい、いただきます。いただきます、うん、あ、美味しい、美味しい、うん、なんと味ついてる、うん、あのつくやん、まだ、あ、思い聞いてないけど、締めのラーメンで締めましょう。あと1杯か、うん、美味しい、赤辛鍋みたい、うん、探検家っぽいなんじゃそれあれ、マッコリどっか行った、マッコリどっか行った、あ、プルコギと一緒に行こうって、うん、思いのほかプルコギって、うん、やったことやった夜が更けていく。ランチパックをホットサンドにします。どれが一番美味しいか選手権、選手権、また何でもあるね、こちらかというかねえねえねえ、どうぞ。わからんやろ、ピザなんじゃない、ピザ、ピザじゃない、ミンチカツみたいな、うん、うん、すごくうまい、うん、美味しいね。そう、ランチパックを焼くって結構正解、うん、楽ちんやつ、焼くだけでしっかり中におかずが入ってる、うん、美味しい。はい、片付きました。あとアリスの終わりかな。というわけで片付いたんで帰ります。以上、初めてのオートキャンプでした。まだまだ不慣れなことが多く失敗ばかりの私たちですが、ゆっくりと成長していきたいと思いますので、温かく見守っていただければと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。というわけで本日は以上となります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。